はい、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。久保さん、前回の第19話、ありがとうございました。前回の久保さんの話を受けて、気になる男、第20話ですね。第20話。今回のテーマは、心の奥底に眠る欲望に忠実であれ。欲望に忠実であれ。ということについて、お話していきたいと思います。久保さん、よろしくお願いいたします。前々回に引き続き、今回も久保さんから、内容が濃ゆすぎる、内容が濃ゆすぎるスライド動画が届きました。こちらですね。気になる男第19話というね、いうもう、バーンとね、いうものが届きました。でも実はですね、この表紙、よーく見ると、右下に、こう、副題がついておりましてですね、40代からの隠居生活と、40代からの隠居生活と書かれておりました。前回、久保さんが作っていただいた、動画の冒頭に、この40歳の隠居生活に入る前の人生というのが、語られていたんですけれども、とても端的にまとめられていたと思いますので、少し、もう一度自分の方でも書こうかなと思いました。久保さんは40歳になるまで1回も資金的にプラスになったことがないと。その日暮らしで借金が膨らみ続け、30代で作った借金はなんと3500万。住宅ローンでいうと70代まで支払い続ける人生。しかし40歳を超えてインターネットビジネスを始めることで、久保さんの人生が大きく変わり始めました。収益が段違いに良くなりました。最初の3年で1億円以上稼ぐことができて、借金3500万を返済、滞納していた税金も返し、普通の人が35年ローンで買うしかなかった住宅ローンを使わずに、住宅ローンを使わずにですね、使わずに、一戸建て一括購入して今に至ると。なんかこれミスチルの桜井さん、もう確か家をなんか一括でバーンってなんか買ったみたいな、現金なんか無理やり持ってったみたいななんか話があったような気がしてて、なんか面白いなと思ったんですけど、そのようなヒストリーを語っていただきましたと。じゃあ自分はってなりますよね。じゃあ僕はどうなりますかっていう話を、ちょっとだけしようかなと思うんですけど、40歳、今ちょうど40歳になったところですね。4月で40歳になりましたんで、40歳の、半年経ったところかな、半年経つぐらいかなと思うんですけど、どんな人生かと。あまりね、なかなか振り返ってみていろんなことを話しても、しょうがないかなと思ったんですけど、あまりともかく欲がない生き方をしていた気がします。するかなと思ってて、今回欲がテーマなので、新卒で IT エンジニアの会社に就職し、北九州のね、ど田舎のところから、東京へ進出してきましたよと。で、大学時代から付き合っていた彼女ですね。大学のところで、今の妻、そのまま結婚したんですけどね。海外旅行が趣味だと。そのまま自分も東京行ってに、ね、で、彼女も東京に出てきたと。たまたま両方とも東京進出だったっていうところだったんですけども、非常に海外旅行が趣味だと。で、20代のうちにできる限り旅行したいと言ってました。で、そうなのかと。で、やればいいじゃんとは思ってて、で、彼女の信念のもとにですね、自分はいろんな国に僕もついていきましたと。別に一人で行けばとは言ったんですが、全然自分も海外なんて興味ないし、なんか別にどうでもよかったって言っちゃあれなんですけど、本当に、どうでもよかったんですけど、一人じゃね、行ってもつまんないと。彼女の方がね、一人でどうぞご勝手に行ってくれと言ったんですが、そうは、一人で行ってもつまんないっていうんで、強制的に連れて行かれたというか、海外の弾丸ツアーですね。いきなりなんか朝のなんか2時とかにホテル叩き起こされて次の国に行くとかね、なんかもう夜だか朝だかわかんない状態でなんかもう飛行機に乗らされて、なんかもう意味がわかんないところばっかり連れて行かれたような気がしました。やはり若い時はお金がないというか、そんなにお金はかけれないんで、ともかく弾丸と言われる弾丸ツアーですね、行ったなぁとは思ってですね。
まあ、どんな国に行ったかというと、まあ、ベトナムだったり、グアムだったり、まあ、イタリア、エジプト、まあ、さらにはヨーロッパでいうと、デンマーク、ドイツ、スイス、フランス、あとは暑いところ、まあ、タヒチが暑いところかな、暑いところでいうと、まあ、タヒチだったり、ドバイだったり、まあ、トルコはそんな暑くないかもしれないですけど、まあ、そこら辺ですね。あとは、まあ、スペインだったり、中国だったり、シンガポール、スリランカ、まあ、こういうところに、まあ、行ったなと、まあ、こうやって上げてみたら、これをスライド作るところに上げてみたら、あ、意外と結構行ってるなと思ったんですけど、まあ、毎年1回は海外に必ず出かけていたような気がするなと思いましたし、あとちなみに日本国内も、まあ、その合間に回ったなと、まあ、連れ回されたなと、まあ、京都だったり、奈良だったり、大阪、まあ、仙台、神戸、京都、広島と、まあ、いろいろとこう、これを作るときにいろいろ調べたんですけど、ああ、結構回ってるなぁと。まあちなみに広島はですね、仕事の関係で1ヶ月住んでいたこともあってですね、広島城だったり、原爆ドーム、業務に、まあ、歩いて行けるレオパレスの寮に住んで、まあ、毎晩もんじゃ焼きをこう食べて夜を過ごしてたなぁみたいなことを今更ながら懐かしく思い出したりもするんですけれども、まあこれが大体30代になってからは、まあ娘が、まあ、生まれたので、まあ、結婚して娘が生まれたので、ね、子育てがメインとなり、まあ、ようやく静かになってます。自分としては、ようやく海外旅行とか国内旅行に連れて行かれずに済むなと、まあ、静かに今子育てをすることができたなと、まあ、大変は大変でしたけど、海外旅行とか国内旅行行くよりは自分はまあ静かに、過ごせたなと思ってて、まあ、これを、ね、思い出したんですけど、いや、これ実はその最低限の暮らしで自分はいいと思ってたんですけど、どうやらその家族を養う立場として、まあ、非常に身勝手なことに、応答を言ってるんじゃないかかなというのは気づいたんですよね。まあ、これは前回も前々回も、この非常に、最低限の暮らしでいいっていうところについて、まあ、前回も久保さんがお話ししていたかなと思うんですけどね。最低限の暮らしでっていうね、いうところはずっとお話してたと思うんで、まあ、確かにね、これは本当に自分だけかなと思ったんですけども、立場が違うなとは思ったっていうところは確かにありますね。そしてですね、まあ、誰かをこう幸せにするために、まあ、何かお金を稼いでいく、まあ、お金を稼ぐ理由っていうのがなかなかこう見つけれなかったところではあるんですけどね、まあ、生活費が足りないからそういうこと言っておられない状況になったとしてもですね、まあ、本当にこのやっぱり稼ぐ意味っていうのはしっかり見つけないといけないなとは自分自身思ってて、やっぱりこれはその誰かを幸せにするために、それは家族であったり、塾に入ってくれたお客さんをしっかりサポートし続けるっていうことっていうのは、やっぱりお金を稼ぐちゃんとした理由になるんだなっていうのは、本当に前回、前々回で少し認識の変化があったのかなとは思っています。そしてですね、前回久保さんが作ってくれた講義ですね。講義。やっぱり欲っていうのがテーマでしたので、まあ、それをね、またさらにこれから掘り下げて話していきたいと思います。よろしくお願いします。この動画は気になる男シリーズとして、久保さんのチャンネルに頻繁に登場している顔出しをしていない覆面 YouTuber タカが、久保さんの様々な問いかけに答えることで、内なる思考ですね。内なる思考に気づき、心に落とし込むことで内面が徐々に変化していく。その一部始終をスライド動画にしてお届けしております。この動画を見ると、このタカという人間はそんなに久保さんが気になるような男なのか、その隠された謎への確かなヒントが見つかります。よかったら、ぜひ最後まで見ていってください。では早速いってみましょう。ということで続きですね。久保さんが作っていただいたスライドのところですね、まあ、確認と、要確認というところが出てきましたね、責任転嫁と、自分が不出来だったことだけを取り出して、都合よく親に責任転嫁しているだけではないかと、まあ、この1ページ前のスライドでは、本当にその親のね、親の話をずっとしていただいたかなと思ってて、親に責任をなしつけてませんかというところでしたよね。自分の不出来を棚に上げて責任転嫁するなと、まあ、親が悪い、社会が悪い、学校が悪いと、まあ、確かにそれを言いたくなる気持ちもわからなくはないけれども、まあ、それは結局責任逃れしているだけではないですかと、もうこれを言い続けたら、現実が何も変わらないんじゃないかと、まあ、変わらないですよね。何かを言ってるだけでは。そうは言ってもやっぱり自分の不出来、
というのをね、まあ、正面から認めるのは本当に辛いことで、そして自分が不出来であると、自分が不出来であるという定義、それをね自分で認めるっていうのはものすごく勇気がいることかなと思っておりますし、それでもね、自分の至らなさっていうのに気づいて、ちゃんと気づいて、改善の一歩を踏み出す時にようやくその人にとって、これは自分にとってもなんですけど、大きな進化が待っていると思っていますし、そうした時だけようやく前に進めるんじゃないかと思っております。そしてこのスライドの下ですね、悪いことは自分が原因、良いことは皆様のおかげ、ビジネスの精神はこれに尽きるということをスライドで表現していました。悪いことが起きたらこれは自分の準備不足であると、全部自分の責任なんだよと。そして良いことが起きたとき、良いことが起きたときはこれは自分のおかげじゃないんだと、誰か皆様のおかげなんだということも伝えていただきました。これは僕のおばさんの方が昔コレオリアをやっていて、もうこの前かな、1ヶ月前くらい少し電話があって、どうかねみたいな話を前ちょっとしてたんですけど、本当にね久保さんと全く同じようなことを言っていました。結局その誰かのおかげで自分が成り立ってるんだと、一人でやってるように見えるんだけども、誰かがいるから自分が成り立っているんだよと、自分で何もかもやったように思えるんだけど違うんだよと、そこをしっかり理解しておきなさいよと、自分の力を過信することなく奢らずにやるんだよということを言っていました。電話越しで、これはねビジネスの話をしていたんだなと、まあ、改めてこうやって、違う視点で久保さんから話を聞くと、そうだなということが理解できたかなとは思うんですけど、そしてもう一つですね、お金を払うだけで自分にいい情報を届けてくれるんだったら、お金を払うだけで自分にいい情報を届けてくれるんだったら、人に最大限投資して大きな売り上げを作るためにお金を払いましょう、払いましょうって、これは前回の速化、前回って言い方ですかね、速化塾特別講義で堂さんがお話ししてくれた話の下りになるんですけど、そもそもこれっていうのも自分に大きな売り上げを立てる自信がないから、自分に自信がないから人にお金を払って情報や教育の仕入れに躊躇していると、自分で自分のブレーキを踏んでいるんだっていうところ、だからこそそれは全部自分の責任なんだよと、自分が勇気を振り絞って前に進まないからこそできてないんだと、結局それも自分の責任なんだっていうことをお伝えしてくれたのかなと思っています。そしてここですね、親の影響は確かにあるかというところですね。いちいちね、もう親っていうところどうなのっていう、親どうなのみたいなね、いうところを話していただいたのかなと。たとえ親の影響を受けていたとしても、このビジネスを志すならば、このビジネスを志すならばというところが大事かなと。会社員でいるんであれば、まあ、そこまで意識しなくてもいいんですけども、そのビジネスとしてしっかり自分で独り立ちして、志すのであれば、しっかりと自らの意思で道を選び、リスクを取り、明確な意思で選択していく、しっかりと選択をしていく、リスクも重々承知だけども、そのリスクをね、承知なんだけどもやっていくと、このリスクと100、前回、前々回でしたかね、リスク100、可能性100、どういうふうにやっていきますかと、リスク100でも可能性の100を選び取った方が人生としていいんじゃないのみたいなね、話をしたようにしていただいたような気がするんですけども、本当にこのリスクを全部引き受けながら、しっかりと前に進んでいく、これが大事なんじゃないかっていうお話もしていただいたかなと。そして今回の本題ですね、ようやく本題かよっていうところなんですけども、欲望と感情をコントロールせよっていうところですよね。欲望と感情をコントロールせよ、まあ、これは、まあ、自分、まあ、僕がどういうふうに受け取ったかと言いますと、まあ、自分の中にある欲望、自分の中にある感情をしっかり気づきましょうっていうところなのかなとは思ったんですね。自分のコントロールしなきゃいけないと。じゃあコントロールする前に、じゃあ自分の欲望だったら、自分の中にある感情ってどういうものなのかっていう、まずここを気づいてからなのかなと思ったりもしたんですね。で、これを意識することで、睡眠欲、食欲、性欲を、まあ、コントロールできますというところでしたよね。まあ、眠たいけどとか、食べたいけれどとかね。まあ、結局できてるじゃないかと。結局その、
眠いけど起きていたり、食べたいけど我慢したりだったね。性欲もね、まあ、ほとんどの場合はそんな暴発しないだろうっていうところもあって、まあ、コントロールできるもんなんですよ、っていうところがあったのかなとも思いました。そしてですね、その次のスライドで欲しいと思え、足りないと思え、尽くしたいと思えっていうね、この三大思え、思え尽くしをお話ししていただいたかなと思えと。で、これについてまた、これについて少しちょっと自分が考えたんですよね。確か久保さんもここで問いかけをしてくれたかなと思って、しっかり出てこないとダメですよみたいなお話をしてくれたかなと思うんですけど、まあ、だからちょっと自分もですね、自分の欲について、まあ、真剣に考えてみましたというところなんですね。あの、自分の欲についてより深く考えてみましたよというところなんですね。まあ、薄々自分で気づいて、まあ、いたところがあったんですけど、まあ、これがやっと明確になったかなと。本当に確かにこの自分の欲っていうところ、まあ、自分はこの冒頭で自分の欲ってほとんどないところで生きてきたなって言っていたんですけど、それはそのなぜ自分の欲っていうところが少ないなとは思っていたのかと、まあ、言いますと、結局その欲望っていうところがちょっと自分の中で感覚としてうまく理解できなかった、来ていなかったと。まあ、気づくヒントはどこにでもあったんですけど、まあ、うまく言語化というか、うまく自分の中でこうより理解できてなかったところがあったんじゃないかというところで、じゃあどこで気づいたのかというと、まあ、きっかけになった久保さんのフレーズが一つあってですね、誰かに尽くすことも自分の物欲であると、まあ、人すら物とみなすというところですね。まあ、ここで少し気づけたところがあってですね、物欲、だから欲っていうのはなんか欲しいものとか、自分が欲しいもの、まあ、物とずっとは思ってたんですね。物、まあ、欲望って、まあ、先ほど睡眠欲だったり、性欲だったり、食欲とか、まあ、あれは物ではないんですけど、なんかこう、何か自分の欲っていうと、なんか欲しいものだけじゃないかっていうところをずっと思っていたので、まあ、あまりこう気づけなかったというか、うまくこう、自分の中でこう、理解、釈然としなかったところがあったんですけど、まあ、この欲のフレーズですね。この欲のフレーズが自分がかなりしっくりきた部分がありましたよと。まあ、ちょっと繰り返しになるんですけど、まあ、この物が欲しいっていうのがやっぱり明確に思いつきませんので、欲望、なんか欲はないのかと、なんか欲しいものはないのかと思うと、まあ、ないなと思ってそこで話、まあ、そこからそれ以上考えることはなかったんですけど、よくよく考えていたら、あるぞと。あるぞというところがね、気づいたんですね。まあ、これもその、ここですね。人すら物とみなすと。まあ、ここで、ああ、なるほどなと。まあ、なるほどなと。つまりこれ自分のところはですね、誰かに尽くすことで、自分の欲を満たそうとする行動をしていると。まあ、行動、自分の行動原則はもうすべてここに集約されているということにね、気づきましたとき、まあ、自分がそう行動してるんで、まあ、そうかなというところなんですよね。これぶっちゃけ、まあ言うと、というか、まあ自分がそういうふうに行動してるっていうところを、まあ客観的に、観察すると、まあ何が欲しいかというと、まあ承認欲を求めてただ行動しているというところがあるなと。まあこれが僕の心の奥底に潜む、まあ欲の部分ですね。まあ基本これが行動原則になっているというところですね。まあ、セールスすること、例えばセールスするんであれば、まあ、誰かと新しい関係が築けるなというところで、まあ、セールスをしたり、家だったり、まあ、その新しい人間関係を作ることが自分の欲をとても満たすというところが、まあ、行動の源になっていると。多くの人とこう、つながりながら承認欲求を満たすというところがあると。まあ、つまり、簡単に言うと承認欲求化けというところになってくるんじゃないかと。思いまして、これが僕にとって欲の根源にあたりますと。これはおそらく間違いないというところだと思います。人に尽くすことで人間関係を構築する。自分の欲を満たす。逆に言うと自分の欲を満たすために人に尽くそうとしているというところに当たるというところ。
そしてこの欲を自分が満たそうとして満たせるのであればですね、もう睡眠を削って頑張れるですし、時を忘れて食事を取らずに作業に没頭できる。これは僕の欲の根源であるエネルギーの源になっていると、まさにこれは久保さんが初っ端言っていた睡眠欲だったり食欲だったりをね、欲をコントロールできるんだと。じゃあ欲をコントロールできる何なのかと、それは自分の欲望に正直に、正直に従ったとか、従った時にこの食欲だったり、睡眠欲だったりをそのコントロールできるというところにこうつながって、いったような気がします。まあそういう理解に、なりました。そしてですね、そしてこれがね、僕の欲のエネルギーであり、根源であるエネルギーの源ですというところで、さらにですね、最悪の状況だからこそ最善を尽くせ、欲望を乗り越えろと言ってたと思うんですけど、まあ、この結局その自分の欲は、まあ、こういう欲を持っていると、承認欲求を持っていると、承認欲求満たされたい、承認欲求満たされない、承認欲求満たされない、承認欲求を満たそうとしているという欲を満たすためにためであるならば、まあ、究極的に凄まじいエネルギーで頑張れると。そして、ここですよね。 あなたは愛する家族にとっての最強のヒーローだ。強い精神と鋼の魂でくじけることを知らず、知恵の連続で窮地を救い、無限の体力で愛する家族を支え続け、戦い続ける憧れの存在、奮い立って状況を出せよと、なんかこう、なんかもうアニメというか、なんかこう、なんかのセリフなような気がしないでもないような、こう、すごい言葉が並んでるんですけど、まあ、その戦い続け、まあ、奮い立って状況を打破せよとね、最後のところで、書いていたんですけど、まあ、結局この状況を打破するためには、結局その、まあ、久保さんがずっと言っていた欲望ですね、強い精神力は、まあ、己の欲望からエネルギーが生まれ、鋼の魂というのも己の欲望からエネルギーが生まれ、どうやってこの苦しい状況を立ち向かっていくのかと、まあ、現実に壁が立ちはだかった時にどうやってここを打破していくのかっていうところのエネルギーの源も結局は自分の欲から生まれてくるような気がするんじゃないかと、その僕もこのスライドを作りながら、もう自分の欲をこのね最大化、もう自分の欲求に従っていけばということで、ね、単純に欲に忠実であれですね、欲に忠実であれならば、もっともっとね強大なパワーが湧いてくると思います。だから否定しようとするからなんかおかしくなるんじゃないか、否定しようとするから自分でブレーキを踏んで、そのブレーキを踏んでなんかにじ曲げてなんかおかしなところに行ったりして、こ うまく力が使えてないんじゃないかと、そういうところがなんか気づいたなぁとふと思ったりもしまして、なんかそういう気づきが今回あったなというところで、こんな感じになりました。それでは気になる男第2話ですね、心に奥底に眠る欲望に忠実あれと、少し生々しい話が続いてしまいましたが、これで終わりにしたいと思います。ここまでの放送は覆面 YouTuber たかがお送りしました。ありがとうございました。そして久保さん、次回第21話もよろしくお願いします。